日経療養水は、玉川などを水源とし、神奈川県川崎市多摩区から川崎市幸区までを流れる、全長約3 2トルの神奈川県下で最も古い人工用水路である。2020年3月10日に、国の登録記念物に登録された。関ヶ原の戦いの3年前にあたる1597年に、測量が始まり、14年の歳月をかけて完成。 二けり用水の名は、江戸時代の川崎りと稲毛りにまたがって流れていたことに由来する。農業用水として多摩川から水を引いて作られ、かつては近隣の農業を支えた二けり用水だが、時が流れて、現在の沿線は宅地化が進んでおり、工業用水などに用いられるとともに、近隣住民の憩いの場としても親しまれている。 神奈川県川崎市摩国の田にある上河原の関で、多摩川から取水し、すぐに、旧三沢川及び大丸用水の一部が合流して、龍下、さらにり戸で山下川を、東幾田で五反田川を合わせ、川崎市高津区区次で、新平瀬川に合流する。このうち、旧三沢川合流から新平瀬川に合流するまでの、区間は、日経両本川とも呼ばれ、河川法による多摩川、 水系平瀬川支流の一級河川として管理されている。また、川崎市玉区宿河原にある宿河原関でも取水し、宿河原町内を流れて、9時に至る流路も設けられており、こちらは宿河原用水とも呼ばれている。この区間及び上河原の関旧三沢川合流の間は河川法による巡洋河川として管理されている。当初は関が設けられておらず、 自然流入による取水だったという。後に、玉川の水量が少ない時などにも確実な取水をするため、竹で編んだ邪赤子に玉石を入れたものを取水口に並べて石止める技法が使われるようになり、これが昭和初期まで使われていたが、洪水の度に流されてしまい、修復等の負担が重いことと、玉川の水低下等により取水が難しくなったため、 現在のような固定石が設けられるようになった。詳しくは、歴史を参照。上河原の石の分水の一つである五花村堀は、五丹田川との合流点から、すぐ上流で分流し、高津区久寺で合流した二つの流れは、久時円棟分水に流入するとともに、一部が、新平瀬川経由で玉川に戻される。区時から先は、小野の西から根方堀、川崎堀、 六花村、堀、九字、双子堀と呼ばれる四方向に分岐するため、九字円等分水により、各堀の灌え面積に応じた一定の比率で正確に分水される。根方堀最も西側を流れ、高津幼稚園の脇を通り、大仙街道の栄橋で、旧平瀬川と立体交差、溝の口西口商店街を横切って、暗挙となる。溝の口駅の商店街から、 住宅地を通り抜け、武蔵新城駅付近で江川として姿を現し、現在の川崎市中原区井田付近で鶴見川、水系八神川に流入する。川崎堀本流の役目を果たし、現在の港区、横浜市鶴見区方面まで潤していた。現在は河川方管轄外の普通河川として管理されている。直線的に回収された部分は新川と呼ばれ、急流路は、 急府中街道の南を蛇行していた。急平瀬川と合流した西坂戸緑道など。河川敷が整備されていて、鯉が離されている箇所もある。六河村堀溝の口、双子、わが川原、北三方、区内、小杉の各地を潤した。川崎堀のすぐ隣の道沿いで、高津の NTT の近くで二手に分かれ、玉川の水門まで続く。桜満開の二家療養水九時。 双子堀くじ及び西を潤した。平瀬川と少し離れたところを直線的に多摩川の水門まで続く。現在は川崎堀の内川崎市高津区、中原区内の流路がもっぱら、日家療養水と呼ばれた通ることができるが、他の流路については1990年代までに、ほとんど蓋がされるか、道路下に埋め込まれており、流路をたどるのは困難になっている。 開港していた時代は子供たちがザリガニを釣る姿が見られた。流路の概要は、沿道分水に詳しい地図が掲示されている。川崎市中原区、高津区西部の境を流れる江川と呼ばれる小川があるが、これは自然河川ではなく、かつての日家療養水根片堀の一部である。現在の川崎市高津区、中原区西部も以前は、日田地帯であり。 日経療養水が田畑を潤していたが、近年に沿線の宅地化が進むと、田畑は次第に宅地化され、生活排水や雨水を流す速攻として使われるようになっていく。しかし生活排水の流入による河川の汚染が深刻になると、下水道整備が進められ、それが一段落。現在は、とどろきの下水高度処理施設より高度処理水が送られ、日経療養水の流れに合流して、 小川を形成している。武蔵新城駅南口から200メートルほど南下した、川崎市中原区新城、高津区千年新町の境界付近より、両区境を流れて、川崎市中原区井田で矢上川に交流する、約2.4キロメートルが地上に現れており、江川せせらぎ遊歩道として整備され、近隣住民の憩いの場及び恋や野鳥などの生活の場になっている。 や神川との合流地点は、伊達津みの桜と呼ばれる名所であったが、宅地化及び堤防整備に伴い失われ、現在は、王子の面影は見られない。武蔵小杉駅近くで川崎堀から分流し、元住吉駅付近を通って、中原区木月地先でや神川に合流する、全長 2.4km の用水路があり、これは、渋川と呼ばれ、現在は普通河川として管理されている。 また沿線には約250本の桜並木が続き、住吉桜と呼ばれ、親しまれている。住吉、日吉地区の農業用水として利用されていたが、上河原、宿河原で取水してからここに至るまでにも農業用水として使われるため、季節によっては水量が少なかったようで、堀の春節などをこまめに行い、わずかな水を無駄なく使うよう心がけていたという。 江戸時代末期になるとこの辺りではいくつかの水車が回るようになり、水量の多い時期には精米や製粉などが行われていたという。現在は沿線の宅地化が進み、農業用水としての利用は激減したが、アスファルト舗装され保水力が失われた周辺地盤に代わって雨水を流す役割を担っている。さらに渋川の地下に建造された川崎市内最大の 雨水貯留管は14万4千立方メートルの雨水を一時貯留する能力を有し、下水道整備が完了していない矢神川やその下流の鶴見川の洪水を緩和する役割を担っている。同様の貯留管は江川の下にも作られている。神奈川県川崎市多摩区、高津区、中原区、幸い区過去には現在の横浜市鶴見区の一部にも流れていた。 川崎市を縦断するにけりょう用水は多くの鉄道や主要道、商店街と交差するが、それらを併記する。また、川幅が小さく街中を流れているため、近年新たに建設された橋や簡易的な橋もあり、中には橋の名前がついていないものも存在するが、蒸気の交差がなく名前のない橋は省略する。川崎堀橋梁と、 平間排水場の間で二手に分かれると共に地下に吸い込まれ、以降は暗渠化されている。また、急流路跡に小さな遊水路が設けられており、断続的に使い中学校方面へ続く。なお、急流路跡と府中街道との交点付近には、かつての橋の欄干が残り、すぐ側の踏切名、川崎堀踏切にもなお残している。 湿っ駅から新鶴見信号上管の貨物船の急流路跡にも日経両踏切がある。西坂戸緑道公園はかつての蛇行していた日経両用水の流路跡であり、旧平瀬川の跡でもある。近年、高度経済成長に伴い流域では宅地開発が進み、日経両用水は農業用水として使われなくなる一方、生活排水の流入やゴミの不法投棄などが問題化し、 鹿島田より、下流の横浜市側は埋められることとなった。しかし埋められる以前に使われていた施設の名前が残っている場合があり、踏切なやトンネル、橋などで今も見ることができる。本用水が流れる地域は、江戸時代に稲毛、いい投げ川崎溶と呼ばれており、これらに溶溶を考えする用水であることから、に溶溶溶水と呼ばれるようになった。さらに、 小泉時代部により整備された玉川砂岩の六号用水を合わせて四気両用水時代部彫りと呼ばれることもあった。稲田包みの桜城河原の関付近の玉川沿いにかつて貸しに桜が植えられており、かつては九じ梅林と共に観光名所としても賑わったが、玉沿線道路の拡幅や堤防工事に伴って大半が切り倒され、現在は一部が稲田公園に残るのみである。 宿河原の桜1958年に地元有志が日経両用水槽に約400本の桜を植えて維持管理をしており、現在は取水口から9時付近までの宿河原町内全区間にわたって桜が並木状に植えられている。春になると沿道にはちょうちんが灯り、沿道は散策や花見に訪れる人々で賑わう。JR 南武線宿河原駅が最寄り駅。 伊達津美の桜根片堀と八神川の交流点付近に桜が植えられており、かつては花の名所として賑わったが、堤防工事などに伴い姿を消し、現在その面影は見られない。住吉の桜渋川沿いに約250本の桜が植えられており、親しまれている。東急東横線元住吉駅が最寄り駅。二家療養水で生まれ育つ。 カルガモの子たちにょう用水で、みなすくすく育ったカルガモの大家族魚類は主に鯉の姿が見られるが、小鷺などが頻繁に訪れていることから、彼らの捕食対象となる小魚類も相応に住んでいると推察される。鳥類では、スズメ、ドバと白石霊及びカルガモの姿が一年中観察され、沿線に植えられた木や畑などと相まって野鳥の生活を支えている。 ありがとうございます。